どうも肉まんです。今回はコストコで買ってきた新商品のご紹介をしていきたいと思います。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめに炭火焼き鳥&炭火焼き砂肝 65g×10パック入り、お値段が1368円でした。1パックあたり137円です。炭火焼き鳥が7パック、砂肝が3パック入ってます。メイドイン九州と書かれてます。こちらも初めて見たので購入してきました。個包装になってるので食べやすそうです。名称惣菜焼き鳥セット、原材料名焼き鳥、鶏肉、食塩、卵タンパク、イカスミソース、香辛料、小麦粉、乳タンパク、大豆タンパク、増粘剤、加糖でんぷん、 pH 調整剤、調味料、リン酸塩などが入ってます。砂肝、鶏砂肝、食塩、香辛料、おろし生姜、小麦粉、乳タンパク、大豆タンパク、卵タンパク、調味料、カラメル色素などが入ってます。保存方法10度以下で保存してください。炭火焼き鳥のアレルギー成分、卵、乳、小麦、イカ、大豆、鶏肉。炭火焼き砂肝のアレルギー物質、卵、乳、小麦、大豆、鶏肉。栄養成分表示はこちらです。賞味期限が2020年7月10日までなので、買った日から約1ヶ月ちょっと賞味期限があります。塩コショウ味ですね。いっぱい入ってます。美味しそう。砂肝も大好きなんですよ。なんかあのコリコリとした食感が好きで、なので砂肝も多めが良かったです。こんな感じでパッケージは一緒ですね。ここの文字だけ違います。で、賞味期限もパックに書かれてて、アレルギー物質も書いてあって、裏面見ると原材料名など全部書かれてるので、すごく親切な会社です。じゃあまずはじめに炭火焼き鳥から食べたいと思います。もうね、見た目炭火焼きっぽくて美味しそうです。早速オープン。うわ、香りがいい。美味しそう。大きさはこのくらいのものがゴロゴロ入ってます。結構一口サイズでしっかりとした大きさがあるのでいいですね。いただきます。うん、美味しい。塩の加減もすごく良くて、で、後から炭火焼きの香り味がしてきて、とても美味しいです。炭火焼きすると何でも美味しくなりますよね。すごい美味しい。うん、塩コショウの感じがちょうどいいですね。肉が硬いのかなと思うんですけど、硬くなくとても美味しく食べられます。お酒飲まれる方はちょうどいいと思います。で、1人前のパックなんで使いやすいです。次は砂肝も食べたいと思います。オープン。これ封がここ開けただけだと開かなくて、下からこんな感じで引っ張ると開きます。砂肝もこんな感じです。うん、美味しい。なんだろう、この砂肝の食感が私とても好きで、軟骨までは硬くないんですけど、なんか歯ごたえがいいですよね。砂肝大好き。うん、美味しい。焼き鳥もやっぱり美味しいんですけど、私は砂肝の方が好きです。砂肝の方がブラックペッパー感がすごいですね。塩コショウというよりはブラックペッパーの味で、食欲そそる味ですね。
これもおつまみにぴったりです。冷えてても十分美味しいです。で、温めるとさらに美味しいらしいので電子レンジでチンしてきます。炭火焼き感が冷えてる時の方があるかなと思います。冷えてる方が私は好きです。私は冷えてる派みたいです。お酒飲まれる方にはぴったりな商品かなと思います。炭火焼き鳥系が好きな方はぜひ買ってみてください。やっぱり私は砂肝派。続いてアメリカ産イートパストリークッキー生地 1.37kg 入ってます。お値段が1058円でした。クッキー生地初めて見ました。焼くだけでクッキーが食べられるみたいです。楽しみです。名称、菓子、原材料名、小麦粉、砂糖、植物油脂、チョコチップ、砂糖、カカオマス、ココアバター、バニラビーンズ、アップルソース、コーンスターチ、食塩、膨張剤、香料、乳化剤、乳酸、バナトウ色素などが入ってます。内容量 1.37kg。 保存方法、要冷蔵4度以下。原産国名アメリカ。栄養成分表示はこちらです。オーブンを177度に予熱してクッキングシートの上に生地を並べ8分から10分加熱してください。やけどにご注意ください。焼かずにそのままでもお召し上がりいただけますと書かれてます。オーブン177度、ちょっと細かいですね。すごいアメリカなのに細かい。そして何よりも気になる、焼かずにそのままでもお召し上がりいただけます。生の生地が食べられるみたいです。で、パッケージのここですね、イートイトローオアベイクドと書かれてます。生または焼いて食べるという意味らしいです。ビーガンと書かれてます。そしてノン GMO、 遺伝子組み換えを使ってないっていうことですね。すごい楽しみです。生で食べられるのなんか嬉しいです。海外の方は生でも食べるんですかね。なんかちょっと嬉しいです。私もちょっと変わったところがあって、クッキー生地だったりホットケーキの生地だったり生でちょっとペロペロと食べちゃったり舐めちゃったりします。私だけかなと思ったんですけど、こういう商品もあるって知って嬉しいです。で、今回買ったのはチョコレートチップっていう商品ですね。で、調べてたらアメリカではいろいろな種類が販売されてるみたいです。ほんといろいろな商品があるんですけど、この形だとグルテンフリーチョコレートチップ、水色のパッケージとピーナッツバターチョコレートチップなんてものが売ってました。アメリカのコストコだと売ってるかもしれないです。パッケージ見るとこんな感じのチョコレートができるみたいです。なんか見た目はカントリーマームのような見た目してますね。じゃあ早速開けていきましょう。オープン。うわーすごい、こんなたっぷり入ってます。すごい、うん、チョコチップのいい香りがします。すごいですね。なんか生地が柔らかそうです。綿棒を使って広げて型を取るのかなと思ったんですけど、ちょっと柔らかそう。ちょっと味見です。あ、柔らかい。なんか生クリームアイスのような感じで、すごい柔らかいです。いただきます。うん、美味しい。美味しいけどちょっと甘めですね。じゃあ形取って焼いてみたいと思います。型取ろうかなと思ってたんですけど、そういうクッキーじゃなさそうです。じゃあ早速形取っていきましょう。天板にオーブンシート敷きました。ほんとすごい柔らかいです。どのくらいの大きさにしようかな。
こんな感じで形取りました。カントリーマームのような見た目の生地ですね。チョコチップがそのまま入ってます。じゃあ早速オーブンで焼いていきましょう。180度に設定して8分から10分なので9分、間を取って9分焼いてきます。焼けました。なんか思ってたのと全然違います。なんかこんな大きくなっちゃいました。小さく作ったつもりなんですけど平たくビヨーンと伸びちゃった感じですね。でちょっと色目も焦げすぎちゃったかな。冗談でやったんですけど下段の方が良かったかもしれないです。でまだ柔らかいのでこのまま粗熱が取れるのを待ちましょう。もうこの辺はぴったり横とくっついちゃってます。こんな感じで完成です。ちょっと失敗したかもしれないです。こういうクッキーなのかもしれないんですけどなんかちょっと失敗気味。私が思ってるクッキーと全く違いました。なんだろう、すごくしっとりしてるような感じで今にも崩れそうな感じです。もう崩れちゃうんですよね。いただきます。甘さは結構甘いです。チョコチップの甘さといい生地の甘さが伝わります。うん、甘い。コーヒーと一緒に食べたい商品ですね。で、食感がもうしっとりしてるんですよね。なんかカントリーマームのような、うん、それよりしっとりしてるかも。カリカリザクザクといった食感ではなくもうねっとりのような感じです。今4時間待ったんですけどまだこんな感じで柔らかい状態です。日本で売ってるクッキーだったり家で作るクッキーを想像して買わない方がいいと思います。全く別物です。カントリーマーム系が好きな方は好きな食感なのかなと思います。うん、何より甘いです。で今回9枚作ったんですけどまだまだ余ってます。今5分の1ぐらいを使ったぐらいですかね。全然残ってます。私は正直生地を生で食べる方が美味しかったです。なんで残りは焼かないで私は食べたいと思います。また食べようと。うん、美味しい。ちょっと変わってるんですけど生生地食べることに抵抗がないので私は美味しくいただけました。ただクッキーとなるとイマイチです。すごい甘い。カントリーマーム系のクッキーが好きな方は買ってみてください。こんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。砂肝焼き鳥美味しかったです。やっぱりしょっぱい系の方が私は好きですね。チョコレートチップクッキーすごい甘かったです。甘すぎですね。甘さしか口に残らない。ただ生で食べられるクッキーがあるなんて思わなかったです。生で食べるのちょっと昔からやってて子供の時から食べちゃったりしてたんですけど食べると結構怒られるのでいつもちょこちょこっと食べるぐらいなんですけどついつい味見しちゃいます。パン作りしてる時の生地だったりあとはクッキーの生地だったりあとホットケーキのあのドロドロの液体を舐めるのも好きです。まあ、これは本当はやっちゃいけない感じなんですけど実は私は生のままで味見したりしてました。カミングアウトです。
でもこういう商品があると知ってちょっと驚いてます。生の生地食べると良くないっていうのでダメなのかなと思ってたんですけど、こういう商品に巡り合えたのは嬉しいです。そしてびっくりしてます。すごい甘いけどこんないっぱい残ってる。生地だけでも結構甘いのでコーヒーといただこうかな。アイスクリーム的な感覚で食べたいと思います。私はちょっとリピートはなしですね。甘党の方はぜひ買ってみてください。